こんにちは。アマゾンサポーター、堀秀夫です。半年でアマゾン輸出ビジネスで稼げるようになります。輸出ビジネスのスキルがあれば、円安がチャンスになります。1オーストラリアドル93円39銭。3ヶ月前は83円67銭でした。アメリカドルも1ドル135円21銭。3ヶ月前は115円56銭。 急激な円安が進んでいます。円安は輸出ビジネスにはチャンスです。あなたがあと3年以上生きるなら輸出で稼ぐスキルは必須です。物価の安い日本にはオーストラリアで高く売れる商品がゴロゴロしています。さらに新型コロナウイルス騒動でオーストラーアマゾンの売り上げが激増中です。このようにね、コロナ騒動が始まってから ぐんぐん売り上げを伸ばしている会員さんもいらっしゃいます。およそ1ヶ月で売り上げが2.65倍、4000ドルもアップしています。Amazon 輸出の最重要ポイント、商品探しを簡単、丁寧にサポートします。輸出初心者が稼げるようになるには、いくつかの問題が発生します。個別サポートは、初心者に起こる問題点を全て解決できるサポートです。 英語が苦手な人でも半年で Amazon 出ビジネスで稼げるようになります。私のサポートを利用すれば英語力は必要ありません。日本人は英語に苦手意識を持っている人が多いです。だからこそ輸出ビジネスにチャンスがあります。競争の激しい国内セドリや国内転売で稼げる消費を見つけられるのはほんの一握りの人です。 一方、輸出ビジネスは私のサポートを受けて参加するだけで稼げるようになります。例えば、自己流で輸出に取り組んでいて、150万円の利益だった方がサポートを受けて500万円の利益になったという実例もあります。その事例はこちらで紹介しています。